ン。うおー、かっこよすぎる。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、私やってまいりました。ついに皆さん大変長らくお待たせいたしました。ワンピース一番くじエモーショナルエピソード、ドラム王国リベンジ、ヒルルクのお桜ヒルルクの桜お待たせしました。なんと私この度、リベンジしてまいりました。まあね、タイトルから、いたしますところ皆さん察しがつくと思いますけれども、まあね、ちょっと順々にやっていきましょう。はい、僕ですね、この間プライベートで、まあ、普通に友達とワンピースクイズ王決定戦をやるっていうことになったんですよ6人でで、そのね、ワンピースクイズ王決定戦やるからにはちょっと景品豪華にしなきゃいけないで、景品豪華にするからにはその景品どこで買うかってなって、ワンピースストア行ったんですよ、この間。渋谷の、パルコの6階にあるワンピース専門店、ワンピースストアに行ったんですよ。一応ここですね、史上最大のワンピースショップっていうことで、ワンピースの公式の、専門店なんですけど、まあ、そこに行ってね、まあ、そのクイズ大会やるから、いろいろ選んでたわけよ。まあ、6人友達といてね。友達と行きまして、で、まあ、いざレジ並びますと。で、レジ並びました。そしたらワンピース専門店だから、やっぱ一番くじやってるわけよ。そしたら全部あったの。エースとか、ゾロとか、これもドラム王国もあって、で、リベンジ俺はそのみんなと約束したから、ちょっとしなきゃいけないってことで、まあ、やるか。まあ景品だけでまず7000円分買ったのが豪華でしょ何回やろうかなって、とりあえずなんか1回ずつやってもいいですかって聞いたら、なんか1回ずつだと1回やったら1回またレジの一番後ろ、1回やって一番レジの後ろっていう並ばなきゃいけないですって言われたの、店員さんに。だからちょっとまずそれはめんどくさいなってなって、じゃあもうここは一気に5回行きましょうってことで一気にもう5回やりますってやってで、まあいざ引こうとなったわけですよ。で、いざ引こうってなって、で一応レジ並んで、まあ、普通に買ったもんお会計しつつ、で1番くじも5枚お願いしますって言って、で一応何枚ありますかって聞いたの。何枚ありますかって聞いたら、店員さんがちょっと待ってくださいね、1,2,3,4,5,6,7 で14枚ですって言うの。14枚マジで。でしかも見ると14枚で A 賞も B 賞も残ってるんですよ。14枚のうち A 賞も B 賞もあるってなって、これマジかと、これスーパーチャンスじゃんってなって、どうしようってなったら、どうしようかな。まあ、14枚全部やるっていう手もあるけど、まあ、とりあえずね、とりあえず、どうしよう、どうかな、どうしようかな、5回行きますっていうわけで、5回引いてきました。順々に当たったものを発表していきたいと思います。はい、まず1回目引いて当たったのは、こちらです。バン !M 賞フェイスタオル、おお、熱い。いや、これ熱いでしょ。フェイスタオルね、前1回目では2枚当たってて、でまた別の種類今回、これが、手に入れることできました。はい、1回目、フェイスタオル当たりました。続いて2回目引いて当たったのはこちらです。2回目引いて当たったのはこちらです。バン B 賞ヒルルクのトランク型クッション。マジでマジでおいマジでやばくない。ね、まず5回引きますって言って、まず F 賞当たってよしってなるじゃん。 F 賞タオル当たりました。で次 B 賞マジで俺 B 賞以上今まで当たったことないよ。 C 賞以上 B 賞みたいになってこれマジかと。でやばいでしょ。まず14枚のあるうち AB 賞のうち B 賞が当たったわけ。次ですよ皆さん。僕はこの瞬間のために、この瞬間を皆さんにお届けするためだけに一番くじ今までやってまいりました。もう見せる前から感激で、見せる前から感激で、もう行きましょう。3回目一番くじエモーショナルエピソードドラム王国、私3回目引いたのはこちらです。3回目引いて当たったのはこちらです。バン A 賞エモーショナルフィギュア。わっしょいわっしょいわっしょい A 賞A 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 賞
テンションついにやりました。皆さん本当に応援ありがとうございます。私やりました。だってさ、今までさ、三ツ矢サイダーのとかさ、30本やって1個も当たんないとか、9時やって大抵 F 賞とか G 賞みたいな GGGGG だったのが、僕14個あるうち5回引いて A 賞も B 賞も当たりました。今までの、運悪いのが全部ここに来てくれた。でしかも俺としてはスーパー嬉しいのが、ワンピース専門店のワンピースストアでこれが当たるっていうのがもうね、幸せです。本当にありがとうございます。本当に皆さん応援ありがとう。そして神様、本当にありがとうございます。ワンピースの神様いらっしゃるとしたら本当にありがとうございます。ありがとうございます。やりました。神様にもお礼を言っちゃうってやりましたよ。本当に嬉しい。で一応ね、まあ、5回引いて、で5回のうち FBA ときて、続いてまあ2回あと2回残ってるの引いたのはこちらです。はい、4回目5回目引いて当たったのはこちらです。バン G 賞ステーショナリーセット。はい、安定の G。 俺大抵 G は絶対来るっていうね。で4回目5回目 G だったんですけど、1個はね、そのワンピースクイズ大会の景品にあげちゃったんで、今は1個手元には1個しかないです。いやでもね、大抵 G 賞が来るっていう、なんとなく G 来るだろうなっていうのはまあ分かってましたんで。はい、で5回いきました。14分の5でね、A 賞も B 賞も当たることができました。やったよ、やった。でですね、なんと今回そのですね、私一番くじ引いた瞬間をですね、友達が携帯でムービー撮っててくれまして、その映像を今回お見せしたいと思います。ですね、興奮でマイクがね、声で割れています。そんぐらいすごい興奮しましたんで、で一応まあお店なかったんで後ろモザイクとかかかってるんですけど、まあ、僕だけね、僕のリアクションを見ていただければと思います。はい、それではワンピース一番くじエモーショナル王国、エモーショナル王国分かんなくなっちゃった。もうエモーショナル王国って何。はい、ワンピース一番くじエモーショナルエピソードドラム王国の、私 B 賞 A 賞でね、 A 賞が当たった瞬間がこちらです。いかがだったでしょうか。もうね、興奮のあまり腰抜けてるっていう、一回ってなっちゃうっていう。腰抜けたわ。まさかね、5回引いて B も A も当たると思ってなかったから、いやよかった、やりました。本当に応援皆さんありがとうございます。いやよかったよ、このためにね、このために僕は一番くじやってきたって感じです。はい、じゃあそしたらまあ一応当たったやつあげたいと思います。はい、じゃあまず F 賞のフェイスタオルから開けたいと思います。フェイスタオルはね、2種類この間は当てましたから、今回このね、ピンクのやつにしました。バン、はい、こちらになっております。でね、僕これね、ただの柄かと思ってたんですけど、なんかいろいろチョッパー関係の柄かなと思ったんだけど、これ見てよ。医者を教えてください。だってこの世に治せない病気はないんだから。そうさ、その通りさ。やったれとか、もうこれ熱いね。これもね、素晴らしいですね。いやー、やりました F 賞。さあ続いてこちらを開けたいと思います。はい、こちら B 賞ヒルルクのトランクアタクッション、いきます。バンバンバン。お、肌触りめっちゃいいやん。これ肌触りめっちゃいい、ザイスが。でね、これもうちょっとちっちゃいかと思ったんだけど、厚みが結構あるっていう、結構あるのよこれ厚み。肌触りめっちゃいいの、すごい。これでね、これね、僕はここ開けたかったんですよ。ここね、開くらしいんです、ここが。開けやーす。はい、開けやーす。失礼します。はい、すいません、失礼します。はい、じゃあバンとね、バンといきます。バン、こんな感じです。僕まだ見てない。え、おっ、あ、あー、なんかすごい、このメスとか、試験管とかカエルのエキスとかやったやつとかあるのかな、これ。あ、包帯とか入ってんだ。あ、いろいろ入ってて、で、なんかチョッパーの絵も一応入ってるみたいだね、ここ。これだ、この反応を待っていた。30年間待ち続けた。やったぞチョッパー、俺の研究は成功した。おお、いいじゃない。いいじゃない。はい、B 賞ありがとうございました。では最後 A 賞を開けたいと思います。マジで俺これ夢じゃないよね、夢じゃないよね。夢 A 賞だよ。だってゾロのラストワン賞しか持ってないからさ、
軽症だって絶対頑張ん、あの、運じゃないとさ、手に入んないじゃん。いや、やったよ、軽症。なんで、なんで。さあさあさあ、焦れますよ、焦れますぜ。もうね、喋れてないって。興奮が先出ちゃって、喋れてない。開けます。ふーだん。うおお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 おすごいよ。あ、でも思ってたより小さいんだね。なんか結構やっぱ旗も入ってるからちょっとちっちゃく見えるね。バーン気をつけろ、これバーンってなるからね、これ。はい、バーン。バーンがなるんだよ、おい。さあさあ。うわ、もうね、もうこのシーン、超好きなんだよ、これ。バーン。うおおおおかっこよすぎるすごい。すごいぞ。かっこいいよ。ほらな、俺ね、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。ううこれが海賊、すげえ。チョッパーチョッパーね、今の熱すぎだろ、熱すぎだろ、おい熱すぎるよ。いやー、ここはもう最強に名シーンでしょ。もうで、この信念の象徴なんだよね、旗がね。ドクロのマークは信念の象徴だと。で、要はヒルルクの信念とか別に関係ないんだけど、ルフィはその旗が信念の象徴だっていうのが知ってるから、その人の信念に覚悟を、何も覚悟を持たず手を出したワポロが許せなかったんだよね、ルフィは。だから絶対折れねえってことをここで証明したわけだよ。かっけえ。ちょっと見えるかな。結構ね、ドクロのマークすごいね、ちゃんとリアルです。この破れてる感じとか。ただちょっとルフィの顔はね、ちょっと完璧かって言われたらちょっと完璧ではないですね。けど、俺はこのフィギュアを手に入れただけでもう十分です。この煙のリアルさ、すごい。大きさは、まあこんな感じ。僕の顔と手と比べて、こんぐらいかな。うん。やりましたよ、もう。やったよ。これやかった。もう超欲しかったからさ。やりました。で、あの、まあ、辞書はね、あの、前回もやったので、辞書は前回を見てください。はい、ワンピース一番くじエモーショナルエピソード、ドラム王国、英称美称、手に入れることができました。ありがとうございました。で、あの、全く関係ないんですけど、あの、冒頭で、あの、僕、ワンピースクイズ大会やったって言ったじゃないですか、あの、友達と。景品が、いろいろあって、自分で選べるみたいな。1位の人から選べるみたいな感じで、僕ですね、一応、1位取らせていただきました。完全なあの個人的な発表で申し訳ないんですけど。でもめっちゃ友達で強い人いるんですよ、実は。はい。で、まあね、まあ、いずれなんかこうやって見ていただけてるみんなとね、なんかそのイベントでワンピースクイズ大会とかやったら超楽しそうだなっていう。まあやりたいんですけどね。まあ、なんかいずれね、まあそういったのやりたいんですけど。で、あの僕、そのクイズ大会で、景品どれ選んだかっていうと、これです。バン、ワンピースイラスト中、ゴリラちょっと多分中身はあんまお見せできないかと思うんだけど、いや、ね、これはね、めっちゃいいわ。これめっちゃいい。あの、今までジャンプとかで、あの、扉絵とかあるじゃないですか、見開きで。それとかがね、しっかりとね、全部載ってるわけですよ。いや、これは熱い。いやー、いいなー。まあ、あの、興味ある方いたら、一応下に Amazon のリンク貼っておきますんで。はい、あの、関係ない。関係ない俺のただの1位取りましたっていう自慢。それを動画でしちゃうっていうね。バカだろ。俺バカだろ。まあいいや。はい、ワンピース一番くじエモーショナルエピソードドラマ王国、リベンジ果たすことができました。やりましたよ。 A 賞も B 賞もやりましたよ。もうやったよ。いや、超ありがとうございます。本当に超ありがとうございます。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わろうと思います。動画見ていただきありがとうございました。はい、僕ですね、ツイッターやってますので、ぜひぜひフォローお願いします。はい、評価コメントシェアいただければ非常に喜びますので、ぜひぜひお願いします。はい、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録をお願いします。スマホの方は下の方のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いします。はい、でですね、あの、僕メルマガ最近始めまして、ちょっとまだ配信を行ってないんですけど、いずれ配信を行っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今のうちから登録をお願いします。はい、でですよ、次5月にワンピース一番くじ最悪の世代編、これ絶対やります。もう絶対撮ります。皆さんも頑張ってください。おそらくこれを見てる方、結構皆さん挑むかと思うんですけれども、ちょっと頑張りましょうぜ、お互い。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わると思います。また動画見てください。バイバイ、高橋でした。明日も頑張っていきましょう。ほらな、俺ね、絶対死ねえ、俺ね、頑張るぜ。